今日は全てを破壊しようと思います。このゲームね、僕ね結構前に一回やったことあるんだけど、動画でもやったことあって、めちゃめちゃね街とかを破壊できるゲームなんだけど、このゲームにね有志の方が作ったモッドっていうのがあって、まあ実在したりするマップを破壊できたりするってことで、かなり面白そうだからやってこう。まず1個目はボーイング737。おい、実在する飛行機の名前書いていいんか。まあとりあえずやっていきます。おー、リアルすごい。これ飛行機の中とか、あと空港とかも遊べんのか。じゃあまず空港から遊んでみるか。ボーイング737聞いたことあるもんね。なんかお、ロードが入った。あ、なんかね、いろんなね、モッドとかもね、入れました、今回。なので、いろんなモッドとかも作って、ちょっと待って、ちょっと待って、予想外。予想外の破壊活動してしまった。いきなり空港の窓ガラスをハンマーで割ったぞ。アナウンス流れる？やばい。おい、お前、ふざけんなよ。割ってんじゃねえぞ。今すぐ死ねえって言われてるかな、これもしかして。大丈夫かな？大丈夫なのかな？ということで、空港に来ました。飛行機とかもめっちゃリアル。あ、でもなんかちょっと曇っててあんまよく見えないから、まだ開けてみた方が綺麗。こういうゲームです。なんかこんな感じでひたすら破壊できるらしい。お、お、飛行機も飛んでる。ちょ、これさ、モッド導入してるから、アイアンマンとかで。あー、足んないか、さすがに。なんかあの飛行機雑だったな、結構。リアルじゃない飛行機もあんのね。あー、こんなとこで座んなよ、マジで。空港で座ろうとするな。立て、空港で。飛行機様に乗らせてもらうんだぞ。空港で座って待とうとすんなよ絶対に。すげえやべえやつみたいになってんだ俺。うわ、なんか自動販売機とかもある。何これ、キュウリ売ってんの、キュウリ売ってんのかな、これ自動販売機。結構リアルに壊れんだよねこのゲーム。あー、これ以上先はいけない感じか。あー、これ以上先は、まあ、うーん、あー、見ちゃいけないものを見た感あんたな今完全に。まあとりあえずこうやってアイアンマンとかにも慣れたりするんだよねこれ。すごくないこれ、超かっこよくない。あ、これ絶対見ちゃいけないところでしょ。飛行機、空港の裏側、いや舞台みたいになってるけど、さっき作った、すごい、こんな感じなんだね。あ、ちょ、頭ぶち当たってる。とりあえず上に上がりたい。よし、まあこんな感じで破壊活動しまくれるゲームってことで、かなりおもろいね。俺はこのゲーム結構好きだったんだけど、皆さんどうですか、お気に召しました？まだか、今からだね。今からお気に召すと思います。あ、荷物とかもある。とりあえず壊しとくか、荷物とか。中身なんかある。わ、なんか鉄の板運んでるわ、すごい。危ねえ、密輸だ密輸。ちょっと待ってよ、とりあえず飛行機の中とかも行ってみるか。あ、パソコンとかも壊しとこう。ストレス発散にめちゃめちゃなるねこのゲーム、最高だね。こっちも一応見とくか。ライトセーバーで見てみるか。おあ、燃えた燃えた、やばいやばい、燃えた燃えた燃えた、消して消して消して消した。よし、ちゃんとね、やっぱ燃えるのだけは良くないから、火事だけは良くない。あー、これ完全に行っちゃいけないとこだねこれね。こっちなんかあんのかな。うわ、暗闇が広がってる、絶対行っちゃいけないところだ。想定されてないと思った。まあいや、とりあえず飛行機乗ってみるか。この飛行機乗れたりすんのかな。うわー、でもリアルだねこれ。だからさ、人が作ったってことよ、その制作者じゃなくて有志の人がモッドとして。すごくないこのリアルさ、見てこのエンジン。うわ、やばい、吸い込まれる、やばい、吸い込まれた。え、死んだ、え、死んだ。嘘。ちゃんと吸い込まれんの、マジか。めちゃめちゃリアルなんだけど、びっくりしたわ今。じゃあ先にアイアンマンになって破壊しといたら吸い込まれないよね。ああ、そういうことか、なるほど。先言ってよそれ。うん、やべえ、燃えてんな。あ、こういうのも乗れたりするんだ。すげえリアル、いいね。あ、なんかこっから飛行機の中にも入れたりするのかな。でも飛行機の中のマップもあったから。もうめちゃくちゃなんだけど、ほんとにテネットみたい。テネットでこういうシーンあったよな、飛行機が突っ込む側だけど。これ飛行機も運転できんのかな、もしかして。やべ、ロケットエンジン危ねえ。飛行機運転できたらテネットのあのさ、飛行機に乗ってあの倉庫に突っ込むシーンが再現できんだけど、これ無理そうか。いや、これアイアンマンならいけんじゃね。飛んで飛んでだ、飛んで。おい、ぶち破ったって飛行機。アイアンマンってそんな重いの。ちなみにマーベルで僕が一番好きなアイアンマンです、なので許す。トニー・
ー・スタークに憧れてここまで来ました。なので許す。ああこれ運転はできなさそうだね。あてか何こんなレーザーも出せんだ知らなかった。こんなレーザーまで出せるそうです。へえ楽しいなーいやこれやって楽しいなって言ってるの結構やべえな俺。これ何爆弾かな。爆弾のなんか起爆スイッチみたいな。へえすげえリアルだよね。でもあこっからも行けんのか。おおでも飛行機の中はあの別のマップもう一個の飛行機マップみたいなやつでやりたいね。じゃあまあちょっとライトセーバーでここら辺も切り刻んどくか楽しいやばいやばい燃えまくってるってここも切り刻んどくか。うんいやもうどう見ても下ネタ下ネタ製造機なんだけどこれ。じゃあこっち行きます。飛行機の方これは飛行機内かなで遊べるのかな。おえ待てこれまさか飛んでる。これ飛んでんじゃね飛行機。すげえ飛行機内しかもめっちゃリアルだね。超エコノミークラスだけどあここはちょっとビジネスクラスかな。え誰か乗ってる。何こいつ怪しすぎるでしょ何このスーツ着たサングラスしたやつ。サングラスはしてねえわよく見たら目黒目がでかいだけだ。怪しいハイジャック犯か。えこれなんかハイジャックしようとしてない。爆弾作ってないこいつら。お前らハイジャックしようとしてんのか。ちょっとあのすいませんパイロットさんハイジャックしようとしてる人いますよ。もう客が全員いないってことはみんな降ろしちゃったのかなもうこれ。でもとりあえずハイジャック犯はちょっと俺が始末しなきゃ。いやグログロええなんかグロい。めっちゃ水みたいないっぱい出た血みたいな。いやグロい肉片になった。えおいお前もかどっちがハイジャック犯かわかんないよこれ。もうお前も仲間だろどうせ。いやグロいなすごい水みたいなブシャーって出るけどなんでこんなちゃんとグロいの。誰もいないの他に。あ誰かいる。おいお前もハイジャック犯だろどうせ知らんけどめっちゃ見てる。あでもなんか爆弾ほらやっぱ爆弾仕掛けてるってこれ。お前マジハイジャック犯だろ許さねえぞマジで。どうせお前も仲間だから倒しとこう。うわマジか。これでも空飛んでるよね多分。ちょっとパイロットに伝えに行くかね。これパイロット言っとかないと全員ハイジャック犯倒しましたよっつって。でもこんな肉片見たらこれ俺が捕まるな多分。こっちだと思うね。開かない扉電気つけれる割るか。おいパイロットさん。おー誰かいる。いやこれもう俺がハイジャック犯でしょ。あこれ開けてもらっていいっすか。あいた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 。おおえ誰メイドさんメイドキャビンアテンダントさんか。猫耳だけど。あーここに誰かいる。なんか軍隊みたいな人がいる。パイロットはいない自動操縦中か。でも空飛んでるよね多分。お前もうこれ人質取ってた。もしかして取られてました。僕が今お守りします。よしよしなんかぶっ壊れたな。大丈夫かな。大丈夫ですか。ちょっと僕がじゃあ操縦しますね頑張って。いきます。あーなんか壊れました。あれあれこうやって操縦するんじゃないのかな。あ違うか。とりあえずまあ窓開けるか。なんかここ上オープンな方が飛行機としていいんじゃね。やばい。うわー待って。うわー待って跳ねずね。やばいやばい出たんだけど待って本当に空飛んでたし。やばいこれアイアンマンにならないと。待って待って待って飛行機に戻んないと。とりあえずドア開けて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 。よし帰還。あぶねえあやばいなんかエマージェンシーモードみたいになってる。これ誰が悪いの。俺だな絶対。俺が一番悪いな。えこの人たちだけモニターってずるくね。ちょっとこの人たちだけ機内で映画見れるのずる。わあやばいことになってるなんで飛んでんだこれで。え俺のあの一撃でこんなことになっちゃったの。なんで飛べてんのこれ飛行機。なんだこれさ怖そう。着陸させようこの飛行機。でも飛行機って確かエンジンが1個の状態でも飛べるらしいから、まあ今の状態でも飛べると。
離陸とか着陸の時以外はエンジンって1個しか使ってないらしいんだよな、飛行機って。片方の1個しか。さあエンジンを破壊したぜ。うん、落ちる気配ないね。いや落ちるって言っちゃった。着陸する気配ないね。あでも皆さん、これはね、誰も乗客が乗ってない状態なんで、今悪いやつしか乗ってなかったんで安心してください。大丈夫です。はい、この飛行機は安全に着陸させます僕が。あ、トイレとかに誰かいたりするのかな。一応見とく。誰かいますか。あ、いない。緊急事態だから一応教えてあげないとね。大丈夫か。何の音だ。なんかすげえ音鳴ってない。なんかすげえきしんでる。大丈夫か。落ちた。落ちてはないか。なんで飛んでんだ。なんで飛べてんだこの飛行機。でも止まってんのかな、もう。いや飛んでる飛んでる、ちゃんと飛んでる。やべえ、エンジン。エンジン、エンジンに。え、これ落ちたらどうなるんだろう。一回落ちてみっか。さらば飛行機、どうなるんだろう。水、海、あ、戻ってきた。あ、そうなるんだね。やーべえなー。でもこれ皆さん、飛行機の中でハンマーは振り回さないようにしましょう。こんなことになっちゃうんでね。うん、絶対真似しないでください。あ、良い子は絶対真似しないでください、この動画。夏休みね、多分簡単に真似できると思うんだけど、これくらいだったら真似しないでください。まあそんな感じか。とにかく飛行機はこんだけ壊れても飛び続けることができるということが判明しました。はい、なので意外とやっぱ世界一安全な乗り物っていうのは正しいかもしれない、飛行機は。うわー、すげえ。次はマイクラマップです。うわー、村人もいる。すごいリアルじゃないこれ。これマイクラじゃないんだよ。すごくない。え、大丈夫。なんか破壊しまくってない。なんか破壊しま扉とかの概念ないんか。いやー、実際のマイクラ、リアルなマイクラってこんな感じらしいです、皆さん。扉とかを気にしない。なんでだよ。な、何をそこまで、何がそうさせてんだ、村人に。ちょっと一回整地とかもしてみるか。でも、マイクラといったら整地みたいなとこあるからね。ここら辺整地してみるか。大丈夫？地面掘った。え、グロい。見たくなかった、骨が見える。何をやられてるんですか、あなたは一体。こけただけでそんな地面が掘れるって、もう漫画でしか見たことないけど。チャポンチャポン言ってる。んー、いや、やだなこれ。マイクラがこれじゃなくてよかった。ワンブロックごとでよかった。これだったらマイクラ絶対流行ってないね、めんどくさすぎて整地が。うん、こんなんもうアイアンマンで一発よ、整地なんで。あー、まあこの機能があればまあ流行ってたかもね。あとこれスーパーマン。スーパーマン。これ新しいスタイルの聖地いかがですか皆さん。うん、こういう新しいスタイルの聖地すごいでしょこれ、勢いが。ちょっと村人たちに挨拶するか。うん、なんかチャポチャポ言ってんだよな。あ、スーパーマンもせ。自分家破壊しまくってますよ、大丈夫ですかそれ。うん、すごいなこれ。おーおー、なんか空も飛べない。ぶっ壊した。すごいな、負けてられないからね。でも俺も村人さんたちがすごい破壊活動しまくってるから怖いって。だから骨になってもその掘り続けんの、いや怖いな。うー、いやいや怖い怖い、俺何も手下してないのに。じゃちょっと俺も破壊活動してみるか。怖すぎ。スーパーマンすげえわ。家一軒吹っ飛ばした。これはやばいね。やべえ、ストレス発散になる、すごい。あー、誰も家にいないことは確認済みなんでね、安心してください皆さん。ここも破壊していくわ、一応。やーばすぎ。こんなマイクラは嫌だ、だね。こんなマイクラは嫌だ、レベル100だね、これ。子供が全員泣いてます、マイクラファンの子供が。うーわー、リアルマイクラってこんな感じなのか。いや、村人たちは何やってるんですか。地面掘らないと移動できない方。うん、あ、じゃあ、あ、開けときますよ、先。こうやったら動きやすいでしょ、こうやっといたら。どうですか、動きやすいですか、どうですか、どうですか。よし、ギリギリやっぱ攻めないと。どうですか。うん、普通に上上がったら、上上がらせてあげるか、俺が。これ善意だから、上上がらせてあげるわ。
あ、じゃあ間違えた。俺が上がっちゃった。しゃがんで、しゃが、あ、なんか、なんか、なんか、これ。なんか、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 なにこれ、なに今のモード、よくわかんない。とりあえず上に押し上げるわ。待てよ、知らない、見てない、すいません、見てないっす、僕は。すいません、見なかった。あ、やべ、見てない、やべ、力が強すぎて、あまりにも自分の力が強すぎてこんなことに。え、なにこれ、やべ、閉じ込まった、やべ、あぶねえ。スーパーマン強すぎるでしょ。いやー、でもやばいな、マイクラがこれじゃなくてよかった。村人の骨見えなくてよかった、助かるぜ。やっぱマイクラは神ゲーだわ、うん、歩き方おかしいしね、デフォルトで。木とかの伐採も木とかの伐採もこうなっちゃうわけか。いやすごい、やべ、行き止まった。あ、声聞こえた一瞬。うすごっ、あんなこともできんの。おーおーおお、スーパーマンってこんないかついんだ、声。あれ、なんかスローモーションになってない。あ、スローモーションになってる。スーパーマン能力か。うわー、ダメージめっちゃ受けた。最後に残った村人もなぜか破壊活動をやめない。これがマイクラの世界か。なんだなんだなんだ、やべ、重すぎて何がなんだかわからん。お、何が起きてる。やべ、パソコンが重すぎる。おーい、何が起きてんだこれ。これがスーパーマンのパワーか。いや、スーパーマンっていいヒーローでしょ。みんなスーパーマンのことちょっとあんま好きじゃなくなっちゃうよこれ。続いてはね、クリーパーファクトリーって書いてあった。これマイクラのクリーパーでいいのかな。お、工場みたいなとこ来たね、やっぱり。クリーパーファクトリーってことは、クリーパー生成工場。あ、いる、クリーパー。強く見えない。クリーパー生成工場的な話かな。すげえ、ちゃんとクリーパー動いてる。かわいいな、クリーパー。ここでクリーパー作ってんのか、さては。おもろ。あ、カレンダーもクリーパーだ。へえ、面白い。ちょっと見てみるか。クリーパールーム。クリーパールーム行ってみよう。うわぁ、こことかでなんかいろいろ。餌とかをあげてんのかな、クリーパーに。クリーパーで作るもんなんか。でもなんかそういう設定いいね、マイクラ。あ、開くんだちゃんと。マイクラでさ、実はクリーパーたちは製造されてるみたいな世界観いいな。あ、ちゃんと柵の中入ってる。お、ツルハシもある。お、何やってるんですか、怖ー。いや、全然脱走できるだろこいつ。爆発する、え、爆発すんの、爆発すんのか、ちゃんと。でかくなったか、うわおい、危ねえだろ。よく今までうまいこと管理できてたな、ここで。ちょっとでこんな、なんか開いてたよ。穴が。よく、よくこれ、できたね、管理。クリーパー以外も作ってんのかな、もしかして。うわー、すごい。あ、豚がいる。豚のマップか。おい、かわいい。豚も作ってんのか、ここで。マイクラ支部的な話か。あ、あくあくあく。うわぁ、ここで作られてんだ。なになになに、なんで割れた。あー、でね、マイクラマップに解き放ってんだ、この。お前たちはここで、ん、何の音、お前たちはここで生きていくんだよ、的な話か。闇深いな、結構。すごいね、これどうやって作るんだろうね、これ。もともとこんなゲームじゃないんだけどね、このゲーム。なんか上ありそうだな。ちょっと見てみるか、上も。何がある。おー、何もない。あ、なんか、クリスマスが近かったのかな?うわー、ちゃんとした企業。ちゃんとした企業のオフィス。会議室みたいな。うわー、ちゃんとしてる。ここで研修とか行ってんのかな?ちゃんとした企業なんだけど。マイクラの製造工、敵の製造工場。トイレもちゃんとあるしね。トイレもちゃんとあるわ。誰か入ってないかな?一応見とくか。あー、誰もいない。村人たちが作ってんのかなって思ったけどね。ま、クリーパーたちを。でも、だとしたらそれって結構闇深いもんな。え?外出れる?これもしかして。え?これマイクラの世界いける?え、すごくね?神ゲーじゃん。いけないんかーい。見えない壁ある。なんだ。そりゃそうか。さすがにここでマイクラの世界まで再現されたらもう、このゲーム、マイクラだもんな、ただの。ああ、なんかここにミニ倉庫みたいなのがあるわ。いやー、すごいなー。他にもなんか作ったりすんのかな。
ここで作って上のマイクラの世界に持っていってると、敵とか豚とかを。はい、クリーパー、あ、ゾンビ、ゾンビルーム、ゾンビルーム、これは、あ、作動するんだちゃんと。あ、なんか体をきれいにして、ゾンビ、何その格好、モデル立ちみたいなすんのやめて。おお、でかいでかい、ゾンビでかいのよね毎回。あ、ダメージ食らう、ダメージとかの概念あんだねこのゲーム。しょうがない、ライトセーバーで、ゾンビ VS ライトセーバー行こう。いや強っ、いや怖っ、なんか、あー倒したわ。いや壊れ方がちょっとねグロいのよねこんななんかドット絵みたいな感じなのに。ちょっと扉開けて、うわー、でもすごいね、ボックスとかもちゃんと再現されてるね、このクラフトボックスとか。マイクラにしか見えないもんな。なになにこの BGM、 気を落ち着かせようとしてるのかな、ゾンビたちの。あ、TNT もある、おめえ爆発するんかい、怖っ、びっくりした。いやすごい、何のために TNT 置いてあったんだろうここに。すごいなこれ。でもさ、これさ、アイアンマンならさ天井割っていけんじゃねえのって思ったけど、いや俺あえてスーパーマンの方がいいか。天井割ってみるか、そしたら上の世界いけない。あー、スーパーマンでも無理なんだこの天井。いや待てよ、でも今だけかもしれない、この天井だけかもしれない。ここだったらいけたりしないか。上いけ、あれあれ、なんか上には飛べなくなってる、あれ。いや横へはいけるけど、なんか上への上への攻撃めっちゃ弱いんだけどスーパーマン。あー、ダメそう。あー、ちょっと割れるけど、おー、ちょっあー、ダメだな、割れないようになってるわこれ、壁とかも割れないようになってる。わあ、ひょうたんみたいな形になったら。いやー、でもいやー、これちょっとワクワクが広がる。マイクラ都市伝説、マイクラの地下には工場があって、そこでゾンビや敵たち、あと豚たちが製造されている。これね、一個信じるか信じないかはあなた次第。雪降ってるんだね、雪原バイオームの下にあるそうです。はい、信じるか信じないかはあなた次第。さあ続いてはブリッジって書いてあった橋。うわー、すげえリアルな橋。どこにどこにあんだこれ、海の上に。おいおい、大丈夫かこの橋ボロボロなんだけど、これただの人間だけでこんな揺れるってか、ずれる、どんどん言ってるし、怖っ、超怖え。ここをなんか車とかで走るみたい、大丈夫か。おい、ぶっ壊れたぞこれ、車行ける、これ、俺ですらもう無理なんだから、車行けんのかな。あー、かっこいいスポーツカーがあるわ、これにしようか。ちょっと勢いつけていこう。あー、やっぱ速い、そういうのあんだね。待てよ、あ、待って、ミスったわちょっと待って、普通にミスった、あ、普通に落ちたちょっと待って、これスーパーマンで帰ろうか。ちょっと待って、あの普通にミスった今。じゃあ、あの違う違う、わざとじゃない、わざとじゃない、本当にミスった。ちょっと一回帰ろう。まだまだ大丈夫、安心してください、車は死ぬほどあるんで。あー、抜けた。スーパーマン重いんだ、やっぱ体重が、シンプルに筋肉でまみれてそうだからな。だからこれちゃんと変えて、え、ここ降りると。あ、来た、あー、かっこいい。ちゃんと穴とか落ちんなよ。結構ねこの車ね運転難しいからね。はいはい、来ました、行きます、渡り切るぞ、渡り切るぞ。お、大丈夫か、もうボロボロ。あ、でも意外と渡れる、意外と渡れるよ、意外と。いってらっしゃい俺も落ちた俺も落ちたけどうわ、おもれー、これでも。あ、なんかこことかも登れたりすんだ。あ、いやいやいや、ちょっとスーパーマンな自分が怖い、スーパーマンな自分めちゃめちゃ怖いわ。あ、すげえ、ちゃんとした橋になってるけど、これどこにあんだこの場所。これなんかもう全然海の上、あ、やばいなこれ、これいけないな、いけるか。ちょ、邪魔、ちょ、通らしてお願いお願い、通らして。うわー、ちょっと破壊活動してみる。あ、船とかもあるんだねこのゲーム、すげえ。いや、アイアンマンちょっと憧れてたからな、シンプルに俺。嬉しいわ、アイアンマンになれて。ちゃんと普通の人に戻ってから、よし。一回乗ってみるか、これ、トラック。さすがにトラックやばそうだけどね。これは無理じゃない、渡りきれないんじゃない。
まあ、全然余裕だね。全然余裕なの？降りるか。おお、え、毎回俺も落ちてんだよね。待てよ。おお、やべ、映画でしか見たことないよこんなね。映画でしか見たことない、こんなシーンを再現できるなんて。いや、アイアンマンいい人だからね、ちなみに。アイアンマン好きだから訂正しとくと、今最低なことしかしてないけど、アイアンマンが。あ、これさ、ちょっと待てよ、これ橋の上登りたいな普通に。あ、やべ、重い、やべ、パソコンがね結構重くなる。俺のパソコン結構さ高スペックであるんだけど、それでも重いぞこれ。ちょっと待って、あ、スキャンモードとかあんの？あれ、何これ、スキャンモード、よくわかんないな。待てよ、ここで乗りたい、上に、上に乗りたい、上に乗りたい、待てよ、上に乗りたい、よし乗れ乗れ、あー、ずれたおっしゃ、やばい、傾いてる、乗りたかったのに上に、あぶっ壊れた、橋が、橋がぶっ壊れた、重すぎて、重すぎて何もできん。こういうのも乗れたりするのか。橋が沈んでいく、と思ってギリ耐えてる。なんか生きてないこの橋。すごいね。あ、これはなんかこういう、こういうアームとかも動かすことできんだ。はえー、すげえ。すげえ、超リアルじゃん。まあ、今何の意味もないけどねこれ。さあ次はね、電車マップらしい。電車動いてんのかな、ちゃんと。おー、いやいや、エンジンの音、あ、動いてるちゃんと。すげえ、俺が操作してんの。いやいや、電車かこれは。これは電車なのか。あー、でもなんかすごい、ちゃんとなんかちゃんと作ってある。もともとは多分電車なんてないから、このゲームに。だから電車を作ってんだ。はえー、すげえわこれ。すごい、エンジン、おい、後ろなんか大変なことになってない？もう脱線してない？後ろ、おお、ちゃんとこのトンネルもあって、へえ、面白いこれ。よし、じゃあ破壊するか。あ、やべ、もうアイアンマンになっただけでもうとんでもない。よし、とりあえずここ破壊して、うん、わあ、これ電車の上とかでさ、あ、降りちゃった。いや、もうこれ脱線してるよこれは。俺何もやってないよこれに関しては。電車の上とかで戦うシーンってよくあるじゃん、映画とかで。あれ再現したいな。まあ一人しかいないんだけど、今とりあえず降りてみよう。よし。いや、もう電車の音じゃんね。なんか貨物でも積んでんのかな。あ、開かない、鉄は壊れないようになってんだ。大丈夫か、大丈夫、大変なことになってるけど、よくこの電車動いてんの。待てよ、あー、やばいやばいやばい、ちょっと待って、中入りたいんだけどな、このこれ中入りたいんだけど、どうやって入れるか。わた、スーパーマンで飛んで、待てよ、スーパーマンで飛んで、あー、ブブ、この辺で殴る、よし、開いたか、開いた開いた開いた、やーべー、ミスった、やばいやばい、あー、止まっちゃったか、ついに、あー、止まっちゃった、くっそ、電車が止まっちゃった。あ、これ切り離したらいけるか、これ、これ無理、切り離すの、切り離すのは無理、これ、あ、いけた、切り離すな。よしよし、走り出せ、おい、走り出せ、あ、やべえ、バグっちまったか、いけ、あー、ダメだ、もう使い物になんねえわ。うわー、せっかく電車良かったのにな、使い物になんなくなっちゃった。でもすごいねこのゲーム、これをもう自力で作ったってことでしょ。これ初めにさ、このこうやって橋壊しといたらどうなるったんだろう。ちょ、もう一回やってみよう、橋初めに壊すっていう荒技。なんかでも俺が乗ったことによって、これこれさ、でもさ、どうやって出るの、こっからさ、ちゃんと出るやり方はどうやんの。これドライブしちゃったら俺何もできないもんね。うん、ちょ、もうここ回んなきゃいけない、どっちみち。もともと出れないのがあれなのかな、このここの売りなのかな、もしかして。開かない、開かないな。なんとかして開け、出たい、そこに。もうアイアンマンの力使うか。よし、来ました、あー、ここか。よし、まずはね、一周行ってください。はいはいはい、そんな感じで渡れるね。でも次はどうかな。ほっ、来た、で、はい、あれ、こっちは、
ってよ。これね、ちゃんとこの橋の上で行きたいから、ここだ。いや待って、あのスーパーマンもう強すぎてさ、強すぎてもうやばいぜ。なんかもうよくわかんねえわ、強すぎて。さあどうなる、なんで落ちた。いや渡り切ったらかっこいいけどね、ここまで飛んで空を飛んで渡り切ったらめっちゃかっこいいけどね。あ、落ちちゃった。さあ来るか、そろそろ。来た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 、見てよスーパーマンモードで。さあどうなる、どうなる。うん、想像してた通りになったね。ということでストレス発散できましたでしょうか。まだねマップとかはいっぱいあるんで、もし好評そうだったらまたやります。じゃあポッキーでした。またお会いしましょう。じゃあバイバイ。